らグラグラ切ると皮下の液が出る価値が取れます。今は1日5000枚ですけど、夏の忙しい思うの時は1日1万枚です。実際にお客様にもその焼いていただいて食べていただけると、あの愛着もまた増すのかなと、そういうところから楽しかったっていう方もいらっしゃいますし、あとはあの焼きたてってすごく柔らかいんですけど、あ、イカせんべいって硬いイメージがあるのに焼きたては柔らかいんですねとか、そういうこう感動じゃないんですけど、皆さん喜んでくれてるっていうのが、はい、あります。自分だけの一枚じゃないですけども、記念に残る一枚というか、とお土産品なので、その食べて終わりではなくて、やっぱりその思い出を持ち帰っていただきたいなというのがあるので、その中の一つに手焼き体験もあればいいなと思ってます。